猫好き。見ての通り、こんな不毛の土地ではろくな作物はできん。我々は東にある鳥羽の町と交易をして生計を立てているんだ。だがこのところ、鳥羽に通じる道の間にモンスターの巣窟ができてしまい、交易ができなくなってしまった。そのせいで子供たちにもひもじい思いをさせている。おお、本当ですか。あなた方がモンスターから交易ルートを取り返してくれたら、これ以上子供たちにひもじい思いをさせる必要もなくなります。モンスターの巣窟はここから東に進んだところです。どうかお願いします。Thank you.
戦力では手に負えぬ敵だ。俺が引き止める。行け！死にたくなければ戦え。王国兵団赤竜隊隊長ノエルだ。助けられた。感謝する。助太刀には入ったが、結果奴を倒したのはお前だ。となるとこの洞窟で最も手強いのはお前ということになる。俺の名はダンターグ。最強の戦士となるため強敵を探し求め旅している。さてどちらが強いか勝負だ。受けて立つと言いたいところだが、もう指一本動かせない。そうか。ではいずれまた必ず。七英雄の一人ダンターグだ。強いモンスターが多いこの地方で奴らを倒し吸収して自らの力をアップしているのだ。ワグナスやらノエルやらは復讐を考えているようだが、そんなことは俺には関係ない。俺の生きがいは戦うこと、強いやつと戦うこと、より強いやつ、さらに強いやつと戦うこと。さあ帝国の者よ、俺を楽しませてくれよ。モンスターだ。応戦する。私に続け。タッタッ無理は禁物です。助かった。虫けらにしてはやるではないか。この間モンスターを吸収した俺の力見せてやろう。
の力で皆さんをお守りします。これからも帝国のために。この俺がこんな虫けらごときに。だが覚えておけ、俺はまだ強くなれる。いずれ最強となって貴様の前に現れる。どうもありがとうございます。おかげさまで鳥羽の町との交易が再開されました。食料や物資も手に入り、村にも活気が戻っています。なんと洞窟の中にあのダンターグがいたと。そういえば噂でナゼール一帯をめぐって他のモンスターを吸収している存在がいると聞いたことがあります。なぜそのような行動をとっているのかはわかりません。我々のような弱い人間には興味がないようですが、何にせよ交易路から立ち去ってくれてよかったです。そういえば陛下は領地を広げるために旅をされているとか。ムーと共に暮らしている我々の仲間がこの南に滞在しています。彼らなら氷海へのルートを知っているでしょう。また鳥羽との交易で海の主の声が聞こえるという珍しい道具を手に入れました。興味があればいつでも声をかけてください。たまには学問も悪くないな。
計に顔向けできん。おや陛下、ごきげんよう。名前は個人を識別する上で重要な記号です。しかし私の本質を表すものではありません。改めまして、私は軍師の資源と言います。緊張しているといざという時に力が出ないでしょ。頭も同じですよ。いざという時のためにリラックスしているんです。ではいざという時とはいかなる時なのか。基地英雄が全て倒され陛下の力が必要なくなった時、その時こそが私の働く時です。今は陛下の力と大臣たちの働きで国が動いています。しかし基地英雄を倒すという目的が達成された時、その力はどこに向かうのでしょう。陛下の力に頼ることに慣れきった人々はどうやって生きていくのでしょう。人々が自分で自分のことをする国を作らねばならないのです。私の能力はそのために使いたい。構いませんが、リラックスしすぎていて役に立たないかもしれませんよ。この道もダメだ。仮想エリアに通じる道をことごとく塞がれた。我らを女王がある最深部に近づかせるためか。タームにそこまでの知能が。人間と同等、軍略に限れば人間以上だ。奴らは恐ろしいまでに統制が取れている。ではすでに仮想エリアでは我らを迎え撃つ布陣を。時間切れた。しかしスービエ殿らがおとりとなり捨て身で開いた突破口です。ここで諦めるわけには。今ここで退路を断たれ我らが全滅すれば、赤竜隊を強行派兵したワグナスが苦境に立たされる。ならば生きて帰ることで希望をつなぎ止める。次の機を得るための撤退だ。タームから目を離すな。奴らの動きを警戒しつつ陣形を。隊長逃げ。諦めるな。全滅など許さん。あまり長くは持ちませんよ。ノエル、すまない、作戦は失敗だ。クイーンを討ち取ることはできなかった。タームの集合体の武力はウァグナスの予測をはるかに上回っていた。退却は無念ですが、戦果は大きいと言えましょう。今回のデータをもとにターム攻略の戦術を練り直すのです。それにはまずこの巣穴からの脱出だ。待ち構えるタームどもをなぎ倒しぶちかます。このままではクイーンは倒せない。
人間を超える力を手に入れなければ。